お久しぶりです。僕はあのシングルファザーなんですけれども、皆さんお金ありますか？はい、僕はですねお金がありません。ご主人様がですね、まあ、お寿司が大好きなんですよ。お寿司が大好きで、食べさせてあげたいなと思うんですけども、我が家にはもうそんな贅沢できるお金はございませんということで、でもご主人様に、お寿司の気分を味わわせてあげたいと思って、本日はですねこんなものを買ってみましたね。これあのねチーク菓子っていうんですけれども、はい、楽しいお寿司屋さん、お寿司です。立派なお寿司です。これはい、お金がないのでねこのお寿司を食べていきましょうということですね。チーク菓子というてね、これ子供の教育にも使えるお菓子みたいなんで面白そうだなぁと思って、かつ、お寿司を食べる気分になれるということで、本日はこれを作っていきたいと思います。いや、そういえばこの前の YouTube ライブ本当にありがとうございました。来てくれた人本当に楽しかったです。もうねすごいライブでしたね。最初は雑談にしながらライブして、最終的には僕が全裸になって、深夜の近所を徘徊するというね、もう犯罪すれすれの、ライブになりましたね。まあアーカイブではねもうそこはカットしてるんで、生放送に来てくれてた人だけしかね変態ライブ徘徊配信はね見れてないんですけれども、気になる人は、また今度ライブするとき見に来てくださいね。はい、じゃあ早速作っていきましょう。これね本当になかなかいろいろ大変そうでしたよ。お水とかも用意して、はい、お水を入れて、まずはねお米を作っていきます。このご飯の素を入れます、お水に。はい、混ぜていきましょう。そしたらねご飯が出来上がってくるんですよ。不思議ですねこれ。すごいご飯っぽくなってきた。見てご飯みたい。はい、そしたら次は同じ要領で、卵の素と、卵ですねこれ、卵の素入れて、ほんでこれはマグロですね、マグロの素入れて作っていきます。マグロの素と卵の素、この時点でね若干気づいていたんですけれども、これね2歳のご主人様には絶対できないですね。これ多分ね 5,6 歳が対象なんじゃないかな。これ見てください、これほらスポイトの妖怪みたいになってるでしょ。スポイトの妖怪、もうご主人様ねやることないんですよ。スポイトの妖怪になるしかないんですよ。これねまだ2歳にはねちょっと早いですね。これ早かったですね。はい、ここです。この、チーク菓子の中で一番ここがね楽しかったですね。これあのですねイクラを作るんですけど、この赤い液体をスポイトで吸ってこっちに落としたらイクラができるんですよ。これねめちゃくちゃ楽しかったですね。これイクラがねできてるんですよ。すごい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 、これはすごい。ほらイクラ、イクラ、イクラ好き？卵一個ね。で次はマグロ。よし、マグロ、マグロ OK、マグロできた。次これで巻いて、巻いて、で。見て、すごい、待てよ、うわすごい、よし、すごい、すごい、いただきます。じゃあまずはどれいく、いくらいく、いくら、おいしい、おいしい、
甘い。パワーを食っていい。甘っ。見てくれてありがとうございます、なんとかお寿司完成しましたね、本物のお寿司を食べる、お金がない場合は、これを食べてくださいと言いたいところですけれども、これはですね大人が食ったら激まずでしたね。本当にめちゃくちゃ甘いです。もうマジでねもう甘さしかない。もう体に絶対悪いやつですねこれ。はい、これならねあの半額になったスーパーのパックのお寿司食った方がね多分ね5億倍マシですね。本当にめちゃくちゃ甘かったです。そしてこれ2歳の子には早いですね。早すぎます。これ多分ね5、6歳になんなきゃねあのできないんで作れないんで、はい、あのこれ買うときはね注意してくださいね。これ2歳の子には絶対できませんからね。じゃあ本当にありがとうございますね。あのおやすみなさい。また見てくださいね。はい、またお金ください。